こんにちは、鈴川彩子です。みたきです。ときわです。本日はこちら、ハッピーセントトミカ2019の第2弾を開けてみたいと思います。ちょっとね、動画がね、最近投稿が滞ってしまったんですよ。ちょっとね、海外の方にね、行ってまして、またね、そちらの動画も近々上げたいと思います。今日はですね、こちら昨日4月26日から、新たにね、またハッピーセットトミカ2019の第2弾が始まりました。前回第1弾はですね、見事、4種類ですね、全部被らずに当たることができます。今回第2弾に関しては、4つプラス秘密のシークレットが1個、つまり全部で5種類、何が当たるか分かりませんがね、それぞれ一応今回は5個買ってみたので、1個ずつ開けていきたいと思います。ね、トキそれ開閉する？ね、はい、じゃあください。じゃあ早速開けていきまーす。よいしょ。あ、そうだ、グラム数。これもね、またね、内容物はね、外から見たらわかんないんですけど、グラム数が書いてあるので、それぞれね、グラム見ながら開けていきたいと思います。まずこれが、ちょっと見せて。48.3g。48.3g が、こちら、じょうじょん。おホンダシビックタイプ R! これな、シールとかはね、ちょっと後でそれぞれ貼ってから、ギミックなんかも見ていきたいと思います。これでもシール貼らなくても本物みたいだ。そうだね。はい、じゃあ次も開けていきまーす。これ、順番に当てていくつ？あれ？ 48.3g。 あれ？さっきも 48.3g じゃなかった？かぶりました。早速、ホンダシビックタイプ R2 個目。早くもかぶりが出てしまったので、これで全種コンプリートは、今回では無理ですね。1個でもかぶっちゃったら5種類当たらないので。まあ、後でね、これも組み立てましょうか。秘密のおもちゃは。ね、秘密のおもちゃ当たるといいね。さあ、続いて、こちら、あ、45g。今度は違うんじゃない？違うことには期待できますよ。ジョジョジョーン。あ、チク、日産 GTR マクドナルドレーシングカー当たりました。これは秘密のおもちゃじゃない？じゃないですね。チク、そうだね、まあシール貼ったりね、この後あります。いいですね。こちらが、お、46.4g。 これも新しい、 46.4g。 よいしょ。おお、見えないぜ。46.4g。 あ、これはでもあれか、レクサス ISFCCSR。 普通にラインナップに入ってるやつですね。いいね、レクサスね。おお、いや、まだシールを貼ってないと窓とかもすごいですね。全く窓がない状態です。どれ？わー、でもオレンジいいじゃん、かっこいい。ね。ね。じゃあ最後、いけまーす。あれ？ 46.4g？ 46.4 ってさっきあったかな？あら！じゃんじゃじゃーん！レクサス ISFCCSR2 個目！答えましょう。そうだね。ということで、今回我々5個買って、出たのはこの3種類でした。あら、2個かぶっちゃった。でも秘密のおもちゃは何だった？ね、そうだね、結局秘密のおもちゃが何だったか分からずじまいです。さあ、シール貼りが完成しました。いてて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 、シールを貼ったのが、よいしょ、この真ん中の3つです。端2つは貼ってません。レクサスはタイヤが動くのと、後ろの、パーツを押すと、お、開きました。ボンネットが開いてエンジンルームが見えるよ。いいですね。 GTR レーシングカーはサスペンションが効いてます。それ見せて。デコボコを通ってるみたい。ホンダシビックタイプ R は左右のドアが同時に開くよってことで、自分でね、こうやって開けると反対側のドアも一緒に開きます。基本的にね、こうスポーツカーの、
第2弾だったので結構ギミックなんかもシンプルですね。第1弾はあの働く車だったので結構特徴的なねパトカーとか証明車なんかがねありましたけど、はーい3、2、1、うわー、あと結構あのホンダ S660 も気になってたんだけどな、かわいいから。なみんな前回もそうでしたけど九州と山口県下関エリアの方は、この第1弾第2弾の分け方がちょっとね特徴的なのでね、皆さんホームページなんかで見てみてください。はーい、誰が早いですか。まずデコボコ見てくれる、デコボコミッキー。さあということでね、マクドナルドハッピーセットトミカ2019第2弾、残念ながら全4種類プラスシークレット5種類のうち、我々3種類しか当たりませんでしたが、皆さんもですねぜひぜひチェックしてみて全部コンプリートしてみてください。はい、ということで以上、マクドナルドハッピーセットトミカ2019